はですね、ソーセージとレンズ豆の軽い煮込みを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。まずはこちらレンズ豆ですね。これとベーコン、こちらが玉ねぎ、ニンニク、人参ですね。それとパセリとは、今日はソーセージは出来合いのもので、こちらブラックペッパー入りのソーセージを使っていきたいと思います。とこちらオリーブオイルとブラックペッパー、こちらグラニュー糖ですね。それと塩、以上を使って今日はソーセージとレンズ豆の軽い煮込みを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは野菜を切っていきたいと思います。まずはニンニクですね。ニンニクからみじん切りにしていきます。今日もニンニクは焦げやすいので芽は取っていきます。続いてベーコンですね。スライスしてたら細かく切っていきます。今日は本当5ミリ角よりちっちゃいかな、それぐらいで大丈夫ですね。そんなみじん切りに一生懸命しなくても大丈夫です。はい、続いて玉ねぎですね。玉ねぎも大体どれもレンズ豆と同じぐらいの大きさで大丈夫ですね。玉ねぎも大体レンズ豆と同じぐらいの大きさに切っていきます。はい、続いて人参ですね。人参はこのヘタのところを落としていただいて、皮を剥いていきます。すべての野菜が切り終えたら、鍋にオリーブオイルを垂らしてあげて、火をつけていきます。したらまずはニンニクからですね。ニンニクから炒めていきます。まずはニンニクを弱火でしっかりと炒めて香りを出していきたいと思います。ニンニクが軽く色づいてきたら、今度はそこにベーコンです。まずベーコンですね、入れて炒めていきます。ベーコンにある程度火が入ってきたら、今度は玉ねぎですね、それと人参、そしたらここに黒胡椒ですね、入れてあげて、それとひとつまみの塩、それから砂糖、砂糖まで入れて、野菜がこうしんなりしてきたら、今度はそこにレンズ豆ですね、入れていきます。レンズ豆を加えたら、そこに600の水ですね、入れていきます。そしたらよく混ぜてあげて、一旦この状態でお湯が沸いてくるまで待ちます。お湯が沸くのを待っている間に、じゃソーセージの準備をしていきたいと思います。ソーセージは最後に一緒に煮込んでいくんですけども、このまま入れると皮が破れる可能性があるので、軽く何箇所か串を刺してあげて破れるのを防いであげます。沸いたらアクは軽く取ってあげましょう。それとレンズ豆が煮崩れないように、火加減は弱火で約20分ほど煮込んでいきたいと思います。とりあえず20分タイマーかけてこのまま放置しておきます。はい、これで今15分ぐらい経った状態なんですけども、残り5分ぐらいになったらソーセージを加えてあげて、ソーセージを温めるのと、ソーセージの旨味もこのレンズ豆の方に移していきたいと思います。今度は蓋をして煮込んでいきます。火加減は本当にごく弱火で大丈夫です。はい、このぐらいの量になるまで水分が煮詰まってきたら、一度ソーセージは取り出しておきます。ソーセージを取り出したら、一度味見をしていただいて、少し塩気が足りないようだったら塩などを入れてあげて、味を整えていきましょう。はい、そしたら
成ですね。お皿に盛り付けていきます。それでは盛り付けていきたいと思います。黒胡椒をかけてあげたら完成ですね。それでは食べていきましょう。それではいただきます。これすごく素朴でシンプルな料理なんですけども、ワインとマジでめちゃくちゃ相性いいですね。ではいただきます。まずソーセージからいただきます。おいしい。野菜の旨味がすごく出ててマジで美味しいですね。本当にシンプルで素朴な料理ですけども、こういった赤ワインとか白ワインでももちろんいいですね。普段よりちょっといいソーセージ使ってあげるとより美味しいこの料理になるかなと思います。ぜひ皆さん作ってみてください。めちゃくちゃおすすめです。